で、続いては G217 南欧編のクリアレジンです。こちらも先ほど同様、よくシェイクしてから、これどうなんですかね、印刷中に気泡残ると内部気泡残るから振らない方がいいんですかね、ちょっとわかんないな。で、クリアレジンでプリントするのはフェイト・ステイ・ナイトからエクスカリバー。まあ先だってね、アルトリアのレビューでちょっとデータを作ったんで今回利用します。まあね、クリアになればインビジブルエア。こちらも上のプルダウンメニューから G217 を選択。で、印刷設定を確認。こちらは1レイヤーあたり 4.2 秒なんでかなり長めですね。で、先ほど同様ボトムレイヤー数と露光時間を気持ち増やして変更。はい、クリアレジンプリント中。まあこちらは1セットで完了します。 G217 のIPA 洗浄と UV 効果が終わった状態。こんな感じの透明度ですね。これもね、時短のためにちょっと浅い角度でプリントしてるんで、本来ならばかなり立てた方がもっと綺麗にプリントできるんですけどね。さて、生検を3本ほどご用意いたしました。向かって左からプリント状態のもの、先ほどの状態からサポートを取ったものですね。まあ透かしてみるとこんな感じ。すりガラスぐらいの透明度ですね。続いてはプリント状態にクリア拭きをしたもの。これね、ぶっちゃけクリアだけでこんだけ透明度上がるんなら、なんか簡単に使うものであればこれで十分だと思います。もう見ての通りね、かなりの透明度なので。では最後に表面処理からクリアを拭いた状態のもの。もう言うことないですよね、これ。二液混合のクリアレジンを真空引きしたのと、ぶっちゃけ変わんないです。これ見ての通りの透明度なので、こう一品物のクリアパーツとか使うときは、わざわざ複製するよりも圧倒的に手間は楽だと思います。ほんとね、驚きの透明度。この 3D プリンターで使うクリアレジンも初めてだったんですけど、表面処理にクリアでここまで綺麗になるとはちょっと思ってませんでした。このクオリティならキットに付属させるクリアパーツなんかはこれで十分なんじゃないかなとちょっと今思ってたりします。さてさて、そんなわけで今回はレジオーネ社の M58 ABS ライクレジンと G217 クリアレジンのレビューでした。本当に想像以上に ABS ライクレジンの扱いやすさと綺麗さにちょっと感動しました。うちはね、多分今後メインでこのレジン使っていくと思います。で、まあ僕同様に 3D プリンターで原型とか作ってるような人で、その中でもちょっとレジンなんかに不満があってね、ちょっとあったりする人、もしね、よかったら試しにこのレジン使ってみてください。本当にね、かなりびっくりすると思います。あと今回提供いただいたレジオーネ社のホームページ、あと使用した M58、 G217 などなどの購入先リンクは概要欄に貼っておきますので、本当興味のある方はぜひお試しください。そんなわけで今回は少し長めの動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。また今後も 3D プリンター関係の動画など、ちょいちょいではないですけど、上げていけると思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。